皆さんこんばんは、スルメです。今回の服装はこんな感じにしてみました。はい、ということでですね、今回はね、ドッキリ検証企画です。はい、もうね、こんなドッキリ旗をね、マイデザインで自分で作りました。もうめちゃめちゃね、やる気満々なんですけれども、まあ何をするかと言いますと、まあ往年のドッキリ、寝起きドッキリを仕掛けたいと思います。それではまずはね、この寝起きドッキリの会場を設置したいと思います。はい、できました。はい、こちらですね、夢見のベッドをね、ちょっと置いてるんですけれども、あのね、ベッドを置いとくと住民さんってね、結構お疲れの方とかいるとね、寝てくれるんですよ。なのでこうやってね、ベッドで多分住民さんが寝てると思うんですけど、まあちょっとしばらく寝たらね、起きてこうね、ベッドから降りると、そこに落とし穴、うわーっていうね、もう完璧な寝起きドッキリのね、仕組みをね、作ったので、こちらを使ってね、住民さんに寝起きドッキリを仕掛けたいと思います。はい、あのね、まあ誰が来るかは決めてなくて、もう普通にね、ここに夢見のベッドを置いておくので、もうここに誰かが座った時点でその子をターゲットにしたいと思っております。誰かが来てくれるのを待ちましょう。待ってる間にね、ここに落とし穴を設置しちゃうと、ベッドに入る前にね、落とし穴に落ちてしまうので、一旦ね、普通に寝ていただいてから、ここにね、落とし穴を仕掛けたいと思います。おはようございます、スルメでございますはい、ということで、ちょっとね、あの寝起きドッキリ番組風にね、ちょっと撮ってみたんですけれども、はい、今ですね、あちらのベッドにね、寝ていらっしゃる住民さんがおりますので、早速ね、寝起きドッキリを仕掛けていきたいと思います。さて、誰がね、寝ているんでしょうか。楽しみですね。まあ私は知ってるんですけどねでは行きましょう。ちょっとね、ジュン君とカールがね、あちらにいるので、その二人ではないんですけれども、さあ誰でしょうか。はい、可愛らしい肉球がありますね。ということはジャック選手でした。さすがジャックですね。やっぱり欲しがりさんなんですよ、うちのジャックはすやすやとね、メガネをかけたまま寝ていらっしゃいますね。グーグーグースカピーと寝ていらっしゃいますね。ではジャックに寝起きドッキリをこれから仕掛けていきたいと思います。落とし穴を作ってモニタリングしていきましょう。お、もう起きた。あ、ジャック選手、寝起きドッキリてっててー、ということで寝起きドッキリ大成功。ジャックさん、感想はどうですか。この行き場のない深い悲しみ、僕は一体どうしたらいいんだろうなんかごめん。はい、ではですね、もう一度ね、ジャックプロのね、リアクションをスローでご覧いただきたいと思います。はい、すやすやと寝てパッと起きたらそこに落とし穴ということで、素晴らしい、うわーっていう顔がね、完璧ですね。もう寝起きとは思えないこの素晴らしいリアクション、うわうわうわーとして一回転してげんなり、さすがのリアクションでした。さすがジャック選手。ということでね、2回目、2人目が今ね、ベッドで寝ていらっしゃるので、そちらの方にも寝起きドッキリ仕掛けたいと思います。さあ、誰なんだ？誰がいるんでしょうか？さて、あ、足が見えました！これは、奥太郎選手！もうね、目がね、もう全部ないですね。がっつり爆睡、大爆睡してらっしゃいます。多分ね、すごくいい反応してくれるんじゃないかなと思うのでね、ちょっと楽しみですね。ちょっとなんとですね、先ほど寝起きドッキリにね、引っかかってくださったジャックがですね、様子を見に来ましたいやいや、ちょっとね、2人して話さないでよ。ねえ、でまあ、これから寝起きドッキリの撮影するので、何というわけで、恋と朝食はバランスが大事なんだ。何の話しとんねん、今寝起きドッキリの話してるんだけど。私は朝食って朝忙しいと適当に済ませちゃったりしますけど、ただ取ればいいってものじゃなくて、バランスよく取ることが大切なんですね。確かにそれは大事
大事なこと話してる。確かに今朝も忙しかったけれど僕は理想的な朝食をとったよ。あ、しまった。朝バタバタしててズボンを履き忘れちゃったよ。いつも履いてねえだろ。いつも履いてねえだろ。ジャック、さっきも履いてなかったじゃねえか。そうですか、普段から履いてないような冷静なツッコミ、タコリーナの冷静なツッコミいただきました。はい、ではちょっとジャックもね気になってるみたいですしね、ではコタロウに寝起きドッキリを仕掛けましょう。あ、ちゃんとですね、先ほど協力していただいたジャックさんと今ね協力してもらっているオクタロウさんにはあのギャラとしてねちゃんと後でプレゼントをあげるのでご安心ください。いや、いいリアクションですね。もう顔面、顔全体を使ったリアクション。あ、ちょっと待って待って待って、怒っちゃった、あれちょっと奥太郎、奥太郎怒っちゃった。奥太郎選手、え、ごめんなさい、ちょっとこれドッキリなんですよ。え、ドッキリなんですよ奥太郎選手。え、やばいやばい、オクラになっちゃう、やばい、これちょっとオクラ入りにしないと、ちょっと奥太郎さん怒ってるから、やばいやばい やばいよ。あ、すいません、あの奥太郎さん、あの、え、なに、ざらついた気持ちをどこへ持っていきゃいいってんだタコ、悪いが俺に構わねえでくれ。これはちょっとね、これちょっと後でスタッフ一同でね、ちょっと謝りに行かないといけないですね、これは。はい、まあでもその前にね、ちょっと奥太郎さんの素晴らしいリアクションをちょっともう一度ね、スローでご覧ください。どうぞ。はい、ということで奥太郎さん、起き上がり、起き上がり、落ちて、うわー、あ、かわいい今のね、わっていう顔と、この顔全体を使ったリアクション。素晴らしいですね。いや、めちゃくちゃ見事なリアクション。ジャックとはまた違ったリアクションですね。もうちょっとここでね、つまあの奥太郎さん怒っちゃったので、ちょっとこれ以上はね、お見せできないんですけれども、素晴らしいリアクションでした。はい、ではですね、寝起きドッキリに協力いただいたジャックと奥太郎にですね、お菓子をね、お礼としてプレゼントしたいと思います。はい、ちょっとね、奥太郎めちゃめちゃ怒ってたから、ちょっと糖分でね、甘いものをあげてちょっと落ち着いてもらおうと思うので、黒糖カップケーキ、こちらをね、作りたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。これめちゃめちゃ美味しそうだよね。私が食べたいぐらいなんですけど。はい、ではね、ジャックにはかぼちゃのスコーンをあげたいと思います。なんか健康志向そうなので、めちゃくちゃ意識高そうだから、こういうね、なんか野菜のお菓子とか好きそうな気がするので、こちらをジャックにあげたいと思います。マジで美味しそうだよね。ちゃんとね、ラッピングしてあげたいと思います。あ、いたいた、ジャック待っていたかのように私が持ってくるのを待っていたかのようにいましたね。はい、ジャック、ギャラです。サプライズプレゼントだね、早速開けさせてもらうよ。かぼちゃのスコーンだ。実は僕ちょうどこういうのが欲しいと思って。よかった、ありがとうジャック、またよろしくね。お返しなんていいのに、私からのギャラだからさ。ちょっとお返しもらっちゃうとね、ちょっと変なことになっちゃうからでもありがとう。問題は奥太郎選手なんですよね。ちょっとこんな格好じゃなくて、なんかちゃんとした格好で謝りに行った方がいいかもしれないわ、ちょっとはい、やはりですね、ちょっとこちらのスーツを着てね、しっかりと謝罪させていただきたいと思います。奥太郎さんいた、奥太郎さん、先ほどはすいませんでした。あ、あれ笑ってる、あれ奥太郎さん許してくれるんですか。あの、すいません、これね、あの作ったので、ぜひね、あのギャラとしてお礼としてね、受け取ってください。黒糖カップケーキじゃねえか、ありがとうよ、遠慮なくいただいて。あれ、あんまりお好みではなかったかもしれないあんまりお好みじゃなかったかな。ビーチベッド、え、そんなお礼だなんて、お礼だなんて、そんなお礼返しなんていらないのに。ちょっと奥太郎さん、ありがとうございます。本当にスリチギな方でした、本当ね。ちょっとこれからもね、よろしくお願いしますね、ぜひぜひ。はい、ということで今回は住民さんに寝起きドッキリを仕掛けてみました。はい、ジャックとね、奥太郎に寝起きドッキリをしたんですけれども、2人ともね、また違った感じの素晴らしいリアクションを見せてくれたので、すごくね、楽しかったです。はい、奥太郎とはね、もう仲良しですのでね、あの関係は良好ですのでね、ご安心ください。
はい、こんな感じでですね、ドッキリとか検証とか、あと自分で作ったマイデザインを使って遊んでみたりとかね、いろいろしてますので、他の動画も見ていただけたらすごく嬉しいです。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどね、すごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最近ね、ちょっと生配信もちょくちょくっとやりたいなと思ってるので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。